アルパコマクサの駐車場へやってきました。これから秋田駒ヶ岳へ向けて出発したいと思います。はい、駐車場からスノーシューを履いて頂上を目指していきます。頑張ります。旧スキー場のなだらかな斜面を登っております。最近の運動不足で息が上がっております。バックカントリースキーの方々がこう道を作ってくれているので圧雪されていてとても歩きやすいです。ありがとうございます。樹氷とまではいかないですが、雪をかぶった山々の木々と青い空がとても素敵です。天気予報通り晴れ間がだいぶ広がってきて、秋田駒ヶ岳もだいぶ山の様子を見せてくれてます。この晴れへんかな。スキー場のほぼ最上部までやってきました。ここから森の中へ入っていきます。枝が凍っててめちゃくちゃ綺麗。すげえな。ほどなく車道とぶち当たりました。カーブミラーがこんなに埋まってます。よいしょ。雪の重みで枝が車道の方に垂れてきてます。雪落ちてこなきゃいいな。車道に入ってからもバックカントリーの方の足跡しっかりと圧雪してくれているのでとても歩きやすいです。本当にありがとうございます。ちょっとショートカットをしたいと思います。うわー、すげえふかふかです。随分と木の高さが低くなってきて8合目が近づいてきた感じがあります。めちゃくちゃ晴れてきました。まもなく8合目の小屋到着です。8合目の小屋を出て秋田駒ヶ岳の山頂へ向かってきます。風の通り道なんでしょうか。すごい景色になってます。こういうとこ歩いてるとなんか自分って小さいな、人間って小さいなって思いますね。頑張ろう。すげー晴れてきて綺麗だぞ。頂上に向かって今手前の山をぐるっと巻きながら進んでおります。綺麗やな。おなめ岳頂上と小屋が見えてきました。めちゃくちゃ綺麗やな。
綺麗やん。こちら阿弥陀池の小屋かな。小屋を後にして、おなめ岳頂上へ向かって進んでいきます。お岳を見ながらおなめ岳の頂上を目指して一歩一歩進んでおります。ゆっくりと進んでおります。頂上に到着しました。なんとか来た。眼下には田沢湖が見えるはずなんですが、残念。そうかな。今登ってきた道ですね。2人まだ登ってきてます。小屋も見えてます。そろそろ降りて、全然滑らないぞ。全然滑らないぞ。やっと滑った。やっと滑った。やっと滑った。やっぱり、なんか、滑るもん持ってこないと滑らないんだ。残念。結局、この雪深いところ、普通に歩いて降りてます。綺麗なシュプールの間に汚いケツの跡と足の跡をつけてしまいました。すいません。なんとなく消化不良ですが、ここで引き返したいと思います。帰りまずしばらくはスノーシュー履いて歩いていきます。天気が良くなってすごい景色が見てます。駒ヶ岳綺麗に晴れてるな。小屋が見えてきました。8号目の小屋まであとわずかです。8号目を過ぎて降りていきます。だいぶ綺麗になってきた。ある程度閉まってるとこだと多少踏み抜いても、スノーシューつけない方が下りは楽な気がするのでスノーシュー外しました。樹林帯まで降りてきました。なんとなく安心感がありますね、こういうところは。
アルパコマクサが見えたなと思ったら田沢湖が綺麗に見えてます。もうちょっとで駐車場です。下まで降りてきたら秋田駒ヶ岳、尾岳、尾なめ岳ともに綺麗に見えておりました。上り約4時間、下り約2時間、約6時間の楽しいハイキングでした。また機会があったら来たいと思います。